小野ですゆうやですおいらじ7五回目ですではタイトルコール参りましょう嘘でしょ <laughs> 早くない <laughs> 改めまして私が福島中央テレビアナウンサー5時テレ中 MC の小野誠理です同じく石井ゆうやです てい,いうかどうしたんですかそんな<え>改まっていやいやいつもでしょカッチリした感じでいつもですよカッチリした感じで最初からミスってますけど、うん、<laughs> 書いてある間違えたんでしょ <laughs> タイトルコール参りましょうでご自宅の音楽流れてるからあそういうことそう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 いうことだよああねうんまあまあまあ配信日の今日がね6月22日おいらじ初の番組単体イベント 小野さゆりと石井由也の子供のトークショーが開催されました。ご来場いただいた皆様本当にありがとうございました。そうか収録している今はイベントの前ですけれども、うんうん、もう終わってるんですね。そうですよ。そうか。まあ、ご自テレ中の MC がトークショーをやりますというふうに大々的に PR させていただきました。もう。 これはもうたくさんの人に来ていただいて、うん、もう先の人たちが見えないくらいの大勢の人たちに集まっていただいて本当にありがとうございましたもうねだって「おゆらじ」知らない人もこのイベントを開催したことでもう今帰り道おゆらじみんな聞いてますよそうだね、うん、思ってたトークショーと違ったって思ってるかもしれないねみんな、うん、<laughs> あのポスター見て集まった方は。ごじてっていうのだけで来た人はまと まんまと騙されましたね。<laughs> 私たちの十中にはまりましたね。うん。うん、まあ本当にね来ていただいた皆様には感謝です。どんな方が集まってるんですかね。やっぱりまあ、うんえー、子育て世代の子育て世代方たちが多いじゃないでしょうか。ね、う,かうん。うん、あとあのモルティのポスター貼ってある場所で結構学生の皆さんが勉強してたっていうあ<ー> X に書いてあったから学生さんたちも多いかもしれないね。 あとはやっぱりスタバでね一、うん、人でカフェをしている人も来たんじゃないでしょうか落ち着かなかっただろうねちょっと意識高い人たちも今回見に来てくれたと思っております、うん、マックのパソコンを開いてね、うん、外に向かってね,そうね足組んじゃったりして、うん、朝からコーヒー飲んでね、うん、カタ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 やってんのに、うん、後ろでなんかギャーギャーわわ、うん、サイコロ転がしてね当たって外れたら E、だあだこうだ言っててね、うん、気が散るって言って駅構内のスタバに移動した方もいるかもしれないねさぞ産業が進んだんじゃないでしょうかね進まねえだろう。うん、<laughs> そんな老若男女に愛されているこのおゆらじ、うん、もっともっと広めていきたいですね広めていきたいね、うん、今回でリスナーが増えることを願いたいですねだって私たち、うん、目指すはどこでしたっけせーの オールナイトニッポン。ン違うっても。怒るよ。<laughs> <laughs> 目指すはせーの。オー,オールナイトニッポンゼロですのでね。もうここに向かってもう走っていきましょう。えー、ということで、本日もタイトルコール参りましょうか。小野と裕也のこのこの夕焼けラジオ。えー、おひらじ。 皆さん、みな,んなん <laughs> 皆さん、こんにちは、そろそろあの続報が気になることではないでしょうか、小野セイルです。みなさんこんにちは、学生時代ベースボールのスペルをバセバルと覚えていました石井ゆいです。合ってるからいいんじゃないああね、うん、<laughs> やりましたよね、ねビューティフォー、ビーアウヒホーとかってやった。あ,あとレストラン レストラン覚え <laughs> 方しましまたけどねはいということで尾と夕也の「ほのぼの夕焼けラジオ」73回目でございます、はい、続報、うん、あれだなもうみんな気になって夜も眠れなかったでしょ俺はそんな気になってなかったけどもう多分あれだよねあれですよ洗うやつでしょそう、うん、私の洗濯機の話あ,あの草野球チームの人とこないご飯食べてね普通にうんうん。普通に。 何のなんかきっかけもなくいきなり「小野さんの洗濯機どうなったの?」って聞かれて <laughs> <laughs> そんな <laughs> うんいきなりストレート打ってきたみたいな <laughs> え「えっ?」て聞き直しちゃって,って、ね「いや小野さんの洗濯機」みたいな,な、ね「えお前、ま、おイルラーだったの?」<laughs> そこで知るっていうことがあってリスナーはね気になってるでしょ、うん 私も結構会社にいるとね、うん、あのすれ違いざまに、まあ、おゆらの社員から、うん、あそういえばどうなった洗濯機って結構聞かれるので<う>まあここでね続報をお伝えしようと思っておりますそっか今回から聞いてくださってる新規のリスナーの方もきっとたくさんいらっしゃると思いますので<っ>そもそもその洗濯機がどういう状況になっているのかという説明からお願いしてもいいですかちょっと30分時間いただい,てもいいだてもですか曲げんだな <laughs> 30分のところギぎゅっと30秒にしてもらって <laughs> いやあのねだから深夜にいきなり洗濯機があのピ,ーピーピーピーってエラーを出しましてで何事かなと思ってあのなんかこうドラム式なんですけど下のこう線のところを抜いたらあの滝のような水が出てきてあの家の中があの湖になりましたって。 それがこう2回起きてあの大変な事件になったという私の,あの洗濯機事件というのがあるんです、うん、で、あのー、しばらく故障したままだったのであの深夜にあコインランドリーに行って <laughs> あの洗濯をするという日々が続いておりました、ね、もう結構それで体調崩したんじゃないかとも思ってるんですけど <laughs> <laughs> そうね一回体調崩しましたからね <laughs> しかもあの <laughs> もしかしたら今日は動くんじゃないかと思って何回か動かしたんですよ、うんうん、そうするとあの脱水の前にやっぱエラーで止まるんですね止まるとあ<ー>あの洗濯物はどうなると思いますかびっ,び,っびっしょびしょびっしょびしょびっのょびっの,を、ね、あのまあを脱水できないわけですから、うん、それをこう大きな袋に入れてもう多分ね1 0キロぐらいあったと思うそれをあの3回くらいに分けて あの車からコインランドリーに行ってであのコインランドリーで洗濯をするっていう日々だったんです最悪だねもうなんか最後の日とか多分泣いてた、うん、コインランドリー一人でコインランドリーが <laughs> コインランドリーも泣いてたもう,もういいよ <laughs> もう来ないでって <laughs> お前どんだけ来んだよって <laughs> だったらもう <laughs> 洗う前のやつ持ってこいよってていよなんで濡れた状態のやつ全部持ってくんの <laughs> しょうがないうちの仙台機はもうあのお亡くなりになってるからさ <laughs> もう脱水できないんですでも可能性を信じて回しちゃうんだね、うん、そうなのめじちゃあ今日こそはって、うん、でも最近のコインランドリーのすごいところはねあの洗濯が終わる5分前くらいにあの電話来るんですよえあそうなのそうあれ助かったよ夜中でも電話来るからさ <laughs> あのまもなく 洗濯が終了しますとかっていうね教えてくれんだそう教えてくれる,くれる優しいね,ね車でブーンって言って、うん、あのほかほかの洗濯物をねこう取りに行くっていう生活だったんですよ辛いね深夜ね、うんうん、深夜で、ね、よそれゃもう、えー、そりゃ体調崩すわ、うん、<laughs> でね、うん、もうこんな生活送ってられねえって言って、うん、でも午前休を取って、えー、修理屋さんに来てもらいました、うん 新しいものを買うのではなくて一回修理してみようってその修理の人が、あのー、本当にね真剣に作業してくださって、うん、1>, まあ1時間半くらいに終わりました、まあえー、とこれはですねあの完全なる、えーまあ、故障なんですけれどもって言ってそうですよねえっ、ー、とですね、まあ、延命措置ですって言われてあれ <laughs> 延命措置、うん、あのもうこの洗濯機の部品がないんですあの修理しようと思うとたぶん30万以上かかりますあらそしたらね新し,い新しいの買った方がいいです、うん、でとりあえずあの延命措置としてあのあの、まあ、短い期間かもしれないけど使えるようにはしましたただあの買い替えた方がいいですよって話をされましてであの、まあ、つまりは今は使えるようになってるんです、うん ありがたいこと。延命で。ただまあいつ故障するかわからないってまあギリギリの状態で生きていました。そんなお話でした。懐かしいなギリギリのね。うん、ギリギリ。秀治とアキラだ。違う。なだっけ。リアルフェイス。リアだ。<laughs> <laughs> はい。ということで皆さん気になってたと思うのでまあここまでが仙台犬続報でした。ああ良かったね。はい、とりあえずはじゃあ今のところは、ねうん、洗えてるという。 まただもういつまた故障するかわからない。いつまたコインラドリー生活に戻るかがわからないので、うん、まああの引き続きあの洗濯機はお待ちしていますという話ですね。<laughs> もしかしたらイベントでねドラム式洗濯機持ってきましたっていう方がいるかもしれない。いやもうそうしたらもう一緒ついていきます。<laughs> はい。<laughs> <あ>いい話でした。良かったリスナーの方も、ね、安心したと思いますよ。ねほっとしたんじゃないでしょうか。うんはい、はい。さあそして何の話ですか。はい、えっとですね <laughs> お便りが来ているということですね。はい えー、紹介してもらいましょう。さゆりちゃんに。あ、私にね。はい、はい。こんなところにお便りが。はい。ラジオネーム大ーパッケマラドさんから。ありがとうございます。小野さん、石井さん、スタッフの皆さんこんにちは。この75回本編が配信されているということは、お湯ラジ初の単独番組イベント、小野さゆり、石井由也のほのぼのトークションが開催された後の世界に我々はいるということになるのでしょう。 僕にははっきりと見えます会場の皆さんの笑顔が飛ぶように売れていくグッズがそしてグータッチでたえ合うチームおゆらじが収録日の頃には直前に忙しくされているかと思いますが皆さんお体にはくれぐれもお気をつけてイベントの成功を切に願っておりますちなみに僕は当日おばあちゃんの法事です ということで笑っちゃいけないけどね。<laughs> マラドさんは来てないということですか。来てないといことですね。あ,あ,あたかももう来てる感満載のお便りだったんですけど、<laughs> 最後報じで締めくくる。<laughs> あれイベントに人来てるよね。大丈夫かな。マラドさんが来ていないと。うん、まあ報じ でね、あのお偉らじのイベント内でもできるかもしれない <laughs> すごいにぎやかな法人になっちゃいますけどね <laughs> ダメ <laughs> ダメじゃないですか,は、ね、えか親戚の方が、ね、皆さん集まままってると思いますので、えーまあ、でもね、うん、イベントは多分成功しましたよでもこうやって参加できないけれどもお便りを送って盛り上げようとしてくれているマラドーさんの心意気に感謝でございますね、はい、ありがとうございますねお会いしたかったなでもねーグータッチでたえ合いますか、うん、終わったら。 そうね飛ぶように売れていくグッズがあるといいですね。ねねそうグッズもね結構そうそう、うん、今回缶バッジですとかキラキラシールとか、ね、キラキラシールこれすんごいキラキラしてるねここちょっとねもう売れると信じて私たちかなりの数準備していますので、はい、<laughs> お願いしますよ頼みます本当に、ね、売れていることを切に願います。 はいいけない方はあの次回の番外編でその単独イベントのね雰囲気を味わってもらえればと思っていますうはい、うん、どんな配信になるのか私たちもちょっと楽しみですねそうねね見通しが立たないですけれどいやでももう見えてんじゃないですかオールナイト日本が<あ> <laughs> そこまでいっちゃう <laughs> 見えてると思うよ。言いたいだけじゃない、うん、オールナイト日本って。オールナイト日本ってね言いたいだけよ。ちょっとエコーかけてくれたよ。<laughs> ね。そして、まあ先日中山パイセンがイベント告知に来てくれましたね。<laughs> 来てくれましたよ。うん、その番外編。うん聞いた。割ながら神回だったと思うんですけどいかがですか。あれはね疲れた。<laughs> あれ何回？七十二点五、三点五か。 体調がいいときに聞いてくださいってやつね。なんで。具合悪くなるか。からなんでよ。三点五、七十三点五回。えー、俺もね、あの、聞いたんですよ。うんうん、車運転しながら。うん、突如始まる。ナレーション対決。うん、何の説明もなく。<laughs> <laughs> グダグダっちゃグダグダなんだけど。えー、なんか聞けちゃったね。 ちょっと家着いた時に気持ち悪くなった聞かなきゃよかったなって <laughs> 腹筋鍛えるにはちょうどいいかもしれませんう,、ね、うん、うん、私あれ2回1回聞いてる 2>, 2回聞いたのうんやっぱ神回だなと思ってそれでこの間体調崩したんだからね <laughs> いろんな要因が混ざっちゃってね、うんうん、大変だったわ変な声でみんな喋ってたからね <laughs> かな子さんの「犬」あれも面白かったね フルムート君んねもう伏線回収みたいな感じで犬役だったんで、ね、面白かったです。ぜでそのと思いまぱ、はいせんは印象派展の告知に来てくれたということですけれどもすごい今大好評ということで5万人突破しましたね,ねだから明日までか23日までやってますけれども5万人突破して印象派担当の井上アナウンサーも大喜び。 アンバサダーとしててね,ね今頑張っていますけれどもね、はい、いやなんかその井上アナウンサーの,その近況について私から、まあ、ご報告なんですけどこの間の土曜日に私、まあ、出勤したらですね、うん、井上アナウンサーはニュース勤務だったんですよ。うんうん、でニュース勤務だっていうことを皆さんしっかり覚えててくださいね。であの私が出社して井上さんに会った時にあ服装がね、うん ちょっとあのおやおやっていう服装だったんですよどんななんかあのまあニュース勤務の服装ってどんな服装を想像しますかまあなんかう、シャツとか、うん、で上にこう一枚羽織るジャケットっぽいやつがあって、うん、っていうイメージです、ね、そうですよねやっぱりちょっとこう、うん、フォーマルなものをイメージするじゃないですか,か、うん、井上さんあの <laughs> T シャツで、うん しかもあのちいかわの T シャツを着ててあれ私どうしたんだろうと思ってね、うん、ニュース見てないんですよその日ちょっと忙しくて、うん、え彼女はちいかわのままニュースを読んだのかどうかっていうのが気になるところで <laughs> どうだったかな え見てないない俺もであと怖くてあの井上ちゃんのそのなんで地いかを着てたのかっていうのも聞けてないんですよ。そそれはちょっとうう取材が必要あの、まあ、私は取材だったんですけど、うん、カメラマンと2人であの車乗って移動してる時に、うん、やっぱその話になって「うん、あ大野さんそういえば見ました?」って、うん、井上さんの格好今日なんか不思議でしたよね <laughs>。 なんか結構僕最初に突っ込んじゃったんですよって「うん、えてっちいかわでやったよね?」って、うん、でもなんか「あそうです」って感じだったからって <laughs> なんかそれ以上突っ込めなくて,て、うん、私も結構バトバトしてたからあのそのちいかわに突っ込めないまま取材に出ちゃったっていうえ私服で着てんの私服じゃないか会社に来る格好としてそ,<う>そのレギュラーメンバーの中にちいかわの T シャツがいるってこと <laughs> そう多分ねえそのニュースちょっと見てみたい そう、この間の土曜日なのでえっ、ー、と16日かでニュースってこう上半身だけテレビに映ってますから15日ですね15日のニュースを見た方ちょっとお便りくださいあんチーカワのままで出たのかどうかっていうのが一番気になるところもしかしたらちょっとチーカワチラッとね顔だけ映ってるかもしれないなチーカワも俺喋ったんかなもしかしたらえ ニュース読んだってことですか <laughs> どんな感じでえお昼のニュースですみたいな感じでこう一緒に読んでたのかなとその時井上はどういう顔してんですか喋ってないじゃん新川に読ませてたっていうこの点も事故じゃんそんな <laughs> <laughs> がニュースを読んでたのかな <laughs> 井上は真顔で前見てるでしょ<う> <laughs> 怖すぎるでしょそんなの <laughs>。

野球部の結婚式って感じ <laughs> それはそれはとてもいい式で、はい、ありがとうございました、ね、さゆりちゃんにも来ていただきまして、うん、本当ににの、うん、素敵な幸せな気分になったんですけれどもせっかくなのでそのせ結婚式のねいろんなお話をしていこうかなと思っています僕の友人とも結構小野さんも喋ってくれたりしてそうねうん。 この人としか喋ってないんですけど、うんえー、三好ハイボールさんですねではい、子さんの方は知っている初めて聞く方からすると誰なんだ説明してちょうだい私の中学高校の同級生で中学時代は柔道部だったんですけれども高校野球部にあのまさかの野球未経験で入部してくるというモサでして、うん、で、えー、高校卒業後一年間、えー、予備校に通ってですね 偏差値30代からなんと立教大学に合格をしまして<ー>4年間通い卒業できず2年留年しまして中退したという三好ですね今はね<え>吉本興業所属のお笑い芸人をやっておりますあそう三好ハイボールっていうそこは知らなかったです、はい、新しい情報ありがとうございます一応高学歴芸人にギリ届かなかった 卒業はしていないな最終学歴は高校なんでああまあでも惜しかったねっていうあれねきっと在学中にもう芸人の道へっていうふうに思ったってことね多分そうだと思いますね,ね、うん、そういうことなのかなでその来てくれて誓いの言葉とかもやってくれたんですよ、うん、結構お笑いで今イベントとかで漫才とかもやってるみたいなんですけど やっぱりそんな多くの人が集まるところでまだやったことがないから結構緊張してたみたいでガチガチでしたよね <laughs> 多分だけどそのテレビ局関係もいるっていうのは緊張の一つだったのかなって思いますけれどもね、うん、あのでも何だろうあのがいいですよねそうねなんかドーンってしてるからうん、うん、あの堂々として見えましたよ。芸名が三好ハイボールで ドンとした名前でやっててね、えー、で小野さんと写真撮ったんですってねあそうそうなんか一緒に撮りましょうみたいになって、うん、あの一緒に、ま、中テレアナウンサーズとその、まあ、三好ハイボールズと一緒に写真を撮ってでその二次会で三好からいや俺さあの 小野さんと写真撮ってもらったんだわってすっごい酔っ払いながら話しかけてきてあまあみんなでだけどねであの「俺 DM しちゃったんだよね」って「あ来た来た小野さんに DM した」って話して「なんで送ったの?」って言ったら「いや写真撮った時にさなんかあの小野さんが俺の後ろにいて俺のひげをこう後ろから両手で触ってくれたんだよね」みたいな, <laughs> なんか俺ドキドキしちゃって。 めっちゃうれしかったんだけどさみたいなこと言っててちょっとなんか「ほの字になってんだ、ね、よ <laughs> えそうなの?」でも小野さんでそういうことするタイプじゃないよなって思ってて「あそうなんだへえ」って思っててその次の日ぐらいにその集合写真を見たんだよねうん、うん、そしたら確かに三好の後ろに小野さんはいるんだけど三好のひげを触ってるのは脳側だったっていう「<laughs> 三好!」って ごめんなドキドキさせて男子校出ちゃったうちの野川が申し訳ありませんねさすがに私初対面の人のヒゲ触らないです野川が後ろからヒゲサワサワってやってたんだなごめんなみ三好野川くんのお気に入りだったのかもしれないですね三好ハイモルさん私は触ってる時に後ろでニヤニヤ笑ってました普通に写真撮ってた笑顔で <laughs> いや、ね、かわいいねそんなこともありましたけれどもでもちょっと私三好ハイボールさんに物申したいことがあってあそうです <laughs> どうしたんですかいいですかあのー、三好ハイボールさんのラジオやられてますね私たちと同じポッドキャストですかスタンド FM ってやつだねスタンド FM というもの、うん、アプリでやられてて、うん、まあそこでね石井さんの結婚式の話になったなってたまあ で私おゆらからちょっとそのまあ教えてもらってね、うん、あ三好ハイボールずあ三好ハイボールが <laughs> なんで増えてんのって教えてもらったもんだからまあ聞いてみようかな聞いてみたらさん、まあ、とんでもないね <laughs> とんでもなかったね <laughs> とんでもない三好ハイボールさん,なんかアナウンサーがお高く泊まってるみたいな感じのお話してませんでした そういいう言い方はしてなかったけどね <laughs> えそうななんかなんだっけ椅子の先っちょに座って背筋を伸ばしてちっちゃいバッグ持ってたみたいなもう空気椅子してんのかっていうぐらい椅子の先っちょに座って背筋伸ばして、うん、あのちっちゃいバッグ持ってるって言ってたね、うん、すごいなんかか格好つけてるみたいな感じで言ってたりとかあとなんかその DM をね なんかこんな僕が申し訳ないみたいな感じで送ったらその私に断られたみたいな感じで言ってましたけどもなんかなんかちょっと言い方よくないなって思った <laughs> いやそんなつもりないと思うよ<え>本当に俺なんかがね売れてない芸人だけれども送ってしまったのが申し訳ないよっていう思いを込めて喋ってたんだと思いますよなんかもっと言い方あったんじゃないかな <laughs> うこれはちょっと怒ってるよ ねえでも今すごい椅子の前の方座ってないですかさ <laughs> っき一応座ってない <laughs> いいの別にこれで、ね、んか別にさなんかドーンってさなんかこう腰据えて座ってたらやっぱかっこ悪いでしょ一応かっこつけようかなと思ってしかもそんな座り方は私だけじゃなくてみんなやってました <laughs> 多分小野さんのことなんだろうなっていう話でしたよねでもみんなそうだった <laughs> 田山とか長江ちゃんも同じように座ってたし <laughs> <laughs> だしそのなんか DM だって私さなんかもうだって家で寝る準備してたから<ん>その、ね、二次会には行けなかったいこのよかった、うん。行けばよかったかなと思ってそんなふうにさ。<laughs> ラジオで話すならさなんか感じ悪いじゃん私いやいやそんな言い方してなかったですよそんな言い方してなかったしてなかった,してなかったあそう、うん、でもじゃあ言ってしまって申し訳なかったっていう話をしてたいや私も申し訳ないと思ってることあったのは、うん、でも行きたかったよ <laughs> <laughs> ほんとかいちょっとねなんか名字ハイボールさんちょっとなんかうーんどんな問題と一回おゆらじに来てみいしいって感じですよ召集かけます。 まあちょっと面を出せっていう面を出せ相方の森竹もぜひ一緒に来ていただきたいちょっといろいろね聞きたいことがあるということでさゆりちゃんから尋問がありますアナウンサーお高く止まってるみたいな言い方に聞こえたからちょっとその辺をそんなことないよっていうのをこのラジオでねしっかりあの証明したいと思ってますよあと発声がよくて隣のテーブルだったのに会話がよく聞こえたっていと <laughs> 多分そんなことないと思うんだけど上品な会話してし,してないですよ能川さんがいるんだから <laughs> 前菜のエビ美味しいねみたいなそうしてない <laughs> してないよ能川君と一緒になんかダンスしてたから私たち座りながらそうぇ <laughs> ーいちょっと三好ハイボールさんのね<あ>そのゾウ美人の えー、ラジオもね聞、うん、聞いいいいてててみてくださいい面白いですので、すの、はい、あげてください、うん、あとさ結婚式で言うとあの私最後のね一番最後あの新郎新婦、まあ、ご両家にご挨拶をして帰る時にね一番最後その新婦側のご両親、まあ、お母様に、うんあの「いつも大変お世話になってます今後ともよろしくお願いします」って言って帰ろうとしたらあの呼び止められて。うん もちろんん識ないんですよそうね石井さんのねご両親とは何度かお会いしたことあるんですけど新婦、はい、側は初めてでしてそしたら,あのおいらじ聞いててますっ<お> <laughs> <laughs> それは <laughs> 俺もびっくりした「おっとっと」ってなってで以前は私の靴下をプレゼントしますみたいな回覚えてますかおいらの皆さん あ,あったね靴下を買いすぎちゃってみんなにプレゼントしますっていう話の時にあの結果最初2「3通しか来なくてとてとも落ち込んでたんででたすよ <laughs> 欲しい人いないのかい?」って言ってそしたらその回を聞いてくれてたらしくてなんかそのお母様が「いや私オーバーすればよかったと思ってあの靴下欲しかったわ」って言ってくるて。<laughs> ありがたいなって思いつつも <laughs>、うん、私の中では「待てよお家味を聞いているイコールちょっと私たちにとってはなんか聞かれたくないお話も聞いてくれてんのかなとそうねふんどしやらいやふんどしじゃないパンツでしょね<え> <laughs> ティーバックはどうの?」みたいな話もしたことあるしね一番好きなパンツはなんだひもかみたいな話をした記憶があって、うん、いやほんとお母さんごめんなさいと。 立場的に一番気まずいのは俺だよ <laughs> だからもうなんか。おやらしい聞いてますって、その話になった時、私はもうなんか、とりあえず謝ってた。その時小野さん、左で義理のお母さんと喋ってたんだけど、もう俺も耳暖房にして聞いてたよね、それ。え、なん、おやらしいの話してる、もしかして。<laughs> いや、本当に、本当に申し訳ありません、本当すいませんって言って、よくわかんないけど、すっごく謝って帰ってた。た <laughs> <laughs> いやなんかね <laughs> 申し訳ないですね本当に今後ともよろしくお願いします、うん、すいません本当にねありがとうございますって,って楽しくね <laughs> 聞いてくれてると信じてね。ねでもお願いだからパンツの替えだけは聞いてませんようにって、はい、そこだけはね、はい、話です、うん、では番組では皆様からのメールを受け付けております校内の投稿はメールの件名にコーナー名をごメイくださいポスター貼っていい場所お悩み相談室 怖い話ブラックポストおのおのの事情などコーナー募集していますメールの宛先は全て小文字でですそして番組のホームページの応募フォームからもメッセージを受け付けています概要欄の URL からチェックをしてみてください採用された方には母心関淳さんがデザインした番組特製のノベルティーをお送りします皆様からのメールをお待ちしております 斧とゆうのほのぼの夕焼けラジオそろそろお別れのお時間でーすーお疲れ様でしたお疲れ緊急発表何三好ハイボールもといゾウ美人を福島に呼ぶ方向で検討しています <laughs> 決定じゃないじゃん <laughs> 検討をし始めたってこと、まあ、小野さんもね、こう言いたいことあるし、あるよ、いろいろはっきりさせないといけないこともありますから、うん、ぜひともこう、お揺らじとしては、三好ハイボール、松、ま、尾、あ、美人コンビニね、お揺らじに出演してもらいたいなと思ってるんですけれども、もうリモートとかいうしゃばいことはせず、<laughs> このブースに来いと。そうね。 東京から呼んでしまおうという方向で現在前向きに検討しています。この小汚いブースにぜひ来ていただきたい。うん、あ、小汚いって言ったら、また怒られちゃう。うん、<laughs> その。そのなんかキャラクターみたいな。<laughs> <laughs> このちょっとダンボールが積み重なっている素敵なブースに来てほしいね。来てほしいですね。うん。あ、うん、きっと部長も今喜んでると思います、ね。あ<ー>あ、ね。うん。ぞ美人。 三好ハイボールズが来たら私はとっても嬉しいですねちょっと違うんだけどねコンビニも 神吉、ね、入る坊主じゃない <laughs> 坊,主坊主じゃない今はね。R 指定みたいな見た目してるから。髪長って。<laughs> 結構ガタイからこのブーズ入れるかな神吉もガタイし <laughs> 相方の森竹くんもアメフト部出身だからね。2人もでかいんだよね。これやっぱ横じゃ入れないから縦になって入っていただくしかないんじゃない最初の入り口。ね、今もよりは小さいから大丈夫。<laughs> そ<う>俺の友達みんなでかいんだよな。ということです。まあこれからね交通 の話とかねいろいろあるのでその辺をこう詰めて、まあ、ゆくゆくはぜひブースに来ていただきたいなというふうに思っておりますぜひあのおゆらとしておゆらじも聞いてほしいですねミュジハイボールズにねそうねうまあ来る前に聞けと言っておきます、うん、そうね、うん、よしじゃあ私もあの言いたいことたくさんあるんで今のうちにまとめておこうと思いますお願いしますはい、はい、あとあれね 今日初めてお湯ラジオ聞いたという人がいるかもしれませんよだってなんてたって単独イベントの後すぐに配信されてるのがこのラジオですので大丈夫かな大丈夫かなどうだったかなみんな結構本領発揮しちゃった感じするんだけど今日ちょっと反省点も残るね、うん、もうちょっとこう初めての人に寄り添えたんじゃないかなって そうね、うん、ちょっと反省してる上級者向けのトークをして、ね、しまったかもしれないね結婚式の話とかはまあ大丈夫だったかもしれないけどちょっと洗濯機余計だったかなあどうだろうね上級者向けだったんじゃないかな撮り直す <laughs> 1>, <laughs> 1時間やってっかねまあサウラがうまいこと編集してくれるでしょう <laughs>、ね、まあでもおゆらじ初めて聞いた皆さん、はいえー、私たちはそんな皆さんにも寄り添って、えー、っと進めていきたいと思っていますので是非オイラーとして、えーねえー、大きな輪を作っていきましょうじゃないでしょうか <laughs> ち,ちゃんとしたこと言うの苦手です <laughs> まジテルの MC も普段こんな感じでやってますよっていうことをねそうだよ。っていただきながらそう みんなで楽しく盛り上げていきましょうこれを聞くとゴジテレが100倍面白くなるよって感じね、うん、<laughs> あくみしながら言うな <laughs> してないよ背伸びしたんです <laughs> さあ,あ<っ>ということではい。小野とゆうやのほのぼの夕焼けラジオはスポーティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックグーグルポッドキャストで聞くことができます番組ホームページでも配信中ですそして番組の感想もお待ちしています 投稿はすべてひらがなでハッシュタグおゆらじでお願いします番組公式 XQ ツイッターのフォローもお待ちしています私全部見てますよではさゆりちゃん最後に締めの一言お願いします単独イベントで販売したこのキラキラシール私のおでこ縦に貼ってちょうどよかったので皆さんも貼ってみてください このキラキラシールが私のおでこのサイズということです。ここまでのお相手はあのせいりと石井ユエでした。さようなら。さようならぴったり。スマホと同じってことだ、ね。ジャストサイズほら見て。ほんまや <laughs> ぴったしカンカン。ぴったこカンカン。それを言うなら。<laughs> うちょうどよかった。